どうもこんにちは、生き物癒し人です。今日はね、ガソン市のね、格安チェーン店のね、ショップに行ってきました。で、今ね、お正月セールで 30% 引きなんですよね。はい。で、さらにね、自分はあらかじめ貯めておいたスタンプカードでね、500円引きでね、多分合計2000円ぐらい安く買いました。うわ、癒し。まあ実際自分ね、ちょっと前にもブラックアウトの飼ってたんですけど、確かね、赤虫を食べ過ぎてなんか消化不良で死んじゃったんですよね。はい。まあ多分その時はね、夏だったんで冷房をつけてたんですよね。だから多分水温が下がりすぎて消化できなくなって死んじゃったんかなと思います。まあ、今回はね、ヒーターつけて結構あったかくしてるんで、まあそれは大丈夫だと思うんですけどね。まあ、ブラックアダナ自体ね、結構デリケートな魚なんでね、なるべくね、早めにこのデリケートな期間をね、脱出したいなって感じで、一応ね、餌とかもちょっと結構生き餌とかでね、結構ガチな感じで育てていきたいと思います。早く90センチずつ泳ぎたいようですけどね、無駄な抵抗だ。まあせめてね、ちょっともうちょい大きくなってから入れたいと思います。このまま入れてもよかったんですけど、多分山ウツボに食われてしまうんじゃないかなっていう恐怖があったんでね、いや5000円ぐらいのものをね、パクっていかれたらもう発狂しちゃいますよ。こんな感じでね、今回の動画はこの辺で終わっておきます。